こうスーツの人がいると真後ろからつけてくる駐車場に行きたい。あ、もう始まってしまった。ぐるぐる駐車場に行きたいんですけど12時半ちょうど。こんにちは、ルッチ前島からアジサイライブをお届けしております。いいお天気ですね、今日すごい最高です。ね、あの天気が良くてお客様がすごく多いです。たくさんお越しいただいております。あ、映ってる、見えるかな、見えてますでしょうか。こんにちは、アジサイガーデンのお散歩をお届けするライブです。今の開花、アジサイの開花状況ですとか、おすすめのランチなどもご紹介しようと思います。暑いですね。大丈夫ですか、ちゃんと見えてますでしょうか。どうでしょう、あの見えてましたらハートボタンをお願いします。大丈夫ですか、ご覧いただけてますか。音も聞こえてますか。大丈夫でしょうか。あのハートボタンをお願いします。聞こえてましたらハートボタンをお願いします。いっぱい押してください。あれ切れてますか。切れてますね。あら、ここがいけないのかな。 Wi-Fi かな、 Wi-Fi、 Wi-Fi なのかな。ちょっと一応 Wi-Fi は入ってそうなんですけどね。あ、ハート、あー、ハートたくさんありがとうございます。あれ、あ、止まりました、止まりました。なんかこの辺弱いんでしょうかどうでしょう、なんかあれ、こっちも画面が真っ暗になっちゃいました。どうですか、 Wi-Fi が弱い、 Wi-Fi が弱いんでしょうか。どうでしょう、流れてますか。あれ、画面がね真っ暗になってしまいましたね。なんででしょう。止まってます。一回じゃあ切ります。配信中どうでしょう。こんにちは、始まってますか。すいません、ちょっと途切れてしまいました。あ、見えました。あ、ハートボタンありがとうございます。ハートボタンありがとうございます。今日はね、すごくお客様が多くて、ちょっとあの一時駐車場がね満車になってしまいました。今もちょっとかなり駐車場は混み合っております。ホテルご宿泊のお客様とバーベキューご利用のお客様を優先して駐車場に入場していただいてますので、
ホテル宿泊バーベキューご予約いただいているお客様は入り口の方でお名前をお伺いします。よろしくお願いします。どうでしょう、聞こえてますでしょうか。いい天気ですね。いいお天気ですね。はい、すごく最高です。見えますか、アジサイ。はい、ではアジサイの庭をちょっとお散歩していきましょうか。あ、聞こえてますよとコメントありがとうございます。聞こえてましたらハートマークをいっぱい押してください。お願いします。ではアジサイのお庭をお見せしましょうか。これがね、あ、ここにね、挿し木で今大きく育てているアジサイが並んでます。なんか色が一つずつ違ってね、可愛いですよね。ずらっと、はい、あ、ここにも整列しております。あ、ここはピンクと紫とブルー、あ、ちょうどここグラデーションになってますね。いい感じで、はい、この木の下もね、今育てている株ですね。小さな株がたくさんあります。こっちの方が見やすいでしょうか。はい、あとね、前回のアジサイライブで登場してくれたサブリ君、ガーデンスタッフのサブリ君がね、新しい仲間を連れてきてくれました。今までいなかった品種だそうです。はい、こちらもですね、すごく綺麗なピンク色のアジサイですね。はい、はい、ではちょっとお庭をぐるっとお散歩しましょうか。ほら見てください、今日はねちょっとお客様が多い感じですね。平日にお越しいただいたお客様はびっくりされるんじゃないかと思うぐらい人がいますと言ってもこんな感じですがと言ってもこんな感じです。はい、あ、ガーデンスタッフの有吉さんが水をアジサイに撒いてます。お疲れ様です。今ライブ配信してます。 生中継中です。ユリが一輪咲きました。ユリも咲いてるんですか。どこですか。あ、ま、赤いユリが6年連続であのユリは咲いてるそうです。すごいですね。はい、あ、これがね、あの人気のアナベルというアジサイです。アナベルはねいつも結構遅めなんですよね。6月の終わりぐらいなんですけど、ちょっと咲き始めましたね。楽しみです。はい、
しさんはねインスタグラムしてないので多分ね今よく分かってないですあれフリーズしちゃいました？あら、なんででしょう。どうですか？ここは Wi-Fi が弱いのかな。なんででしょう。フリーズしちゃいますね。ところどころ止まってますね。なぜだ。どうでしょうか。聞こえてますか？聞こえてましたらハートマークお願いします。なんか今日は Wi-Fi がちょっと弱いですね。どうでしょう。フリーズして、フリーズが大丈夫になって最初がちょっとこんなビッグな紫陽花にして。どうでしょうか。まだ固まってますか？画像がちょっと悪いみたいですね。あら、画像が悪いのはね、多分こっちのね、Wi-Fi じゃないかな。なんででしょう。Wi-Fi はつながってるんですね、じゃあ。どうでしょうか。まだあまり映ってるけど、画像良くないですね。あらら、ハートがいっぱい、ハートいっぱい、ありがとうございます。画面が濡れてるような感じがします画面濡れてます？え、像がガーってなってる。あー、画質、電波かな。そうですかね、外なんでね。あ、そうですね、ちょっと、あら、びっくり、野良猫ちゃんが今目の前にいました。はい、あ、今日はたくさんお客様がお越しいただいてます。どうですか、見えてますか？これはダンシングスノーですね。ダンシングスノー、どうでしょう、いけてますか？ハートがいっぱいいただきます。ハートありがとうございます。ハートいっぱい。明日行きますって方いらっしゃる。明日行きます、ありがとうございます。平日の方がおすすめですねゆっくりご覧いただけるかなと思いますね。はい、今日はたくさんお越しいただいてます、ありがとうございます。ログハウス、昨日今年2回目のアジサイ見にお邪魔しました。今年2回目、ありがとうございます。あ、失礼します、ちょっと今アジサイインスタライブをしております。失礼いたします。今南部咲きぐらいですか？今南部咲きぐらいでしょう。4部ぐらいですね。4割ぐらいです。おすすめは、見ごろは次の週末ぐらいでしょうか。今はね、まだこんな全然咲いてないエリアもあります、はい、咲き始めです。これからどんどんお花が増えてきます。でもね、レストランの手島課長がね、昨日お庭を一周されたんですよね。ええ、しました。でもその時よりも今日の方が咲いてるそうです。なので日に日に花が増えていってます。アガベは枯れましたか？アガベはですね、まだギリ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 まだ咲いてますはい、ギリギリまだありますけど、もうね、多分次の週末は厳しいかもしれないですね。平日、明日、明後日ぐらいだったらまだ大丈夫かもしれないです。ちょっとね、珍しいお花なので、私たちもあんまりわからないと言いますかデータがあんまりないようなんですよね。で、しかもこのうちで咲いたアガベはね、変な時期に咲いてるんですよ。真夏に普通咲くらしいんですけど、冬に大きくなり始めて12月に成長し始めたんですよ。かなり変わってるアガベなので、ちょっとどうなるか全然予想がつかないですが、今もね、てっぺんのお花が咲いてまして、多分今週、明日明後日ぐらいがギリギリかなって感じです。はい、あ、前回のね、5月26日にライブした時、ここはね、まだお花がすごい数える
ほどだったんですけど、どんどん増えてきました。もうこの間はね、1つ2つとかぐらいだったんですが、増えてきました。ここは何でしたっけ、伊豆緑ですね。伊豆緑と言います。すごく薄い水色で可愛いお花です。はい、濃い色のもありますし、真っ白も。行きますって方いらっしゃる。あら、本日ありがとうございます。本日お待ちしております。夕方ね、3時とか4時、もしくは夕日の時間もおすすめですね。夕日6時とか6時台とかも結構いい感じです。特にお写真撮られる方なんかは、夕方の方がなんか綺麗に写るそうですね。あ、ハートたくさんありがとうございます。どうですか、音途切れなくなりました。画質はどうでしょう、大丈夫ですか。あ、今アジサイライブやってます。アジサイライブ見ていただいてるお客様がお庭にいらっしゃいました。今来てますよ。すごい、あ、ありがとうございます。嬉しい。いや、この間ねライブした時も、終わってすぐにねお客様がライブ見てから来たよって声かけてくださったんですよ。すごい嬉しいですね。見ていただいてる方、お越しの時はねぜひお声掛けください。嬉しいので私。、はい、すごく今日お客様たくさん。満開にならなくてもすごく綺麗ですね。満開にならなくても、はい、今ねすごいみずみずしいです、お花が。咲き始めの頃は画質大丈夫になってるみたいですね。あ、画質大丈夫ですか、よかったです、ありがとうございます。手前味噌ですが、ロッチ前島のスタッフさん優しく、雰囲気大好きです。ロッチ前島のスタッフさん大好きです、ありがとうございます。もう嬉しい嬉しい。気分転換に早く行きたい。嬉しいな。いや、ほら見てください、この辺ね、ほら今からですよ、これからどんどん咲くエリアです。はい、あとは大人気のモナリザが咲き始めました。この子はねちょっと咲くとねすごい大人気なんですよ。カメラマンさんたちが離さないエリアです。はい、お花、株はまだねちょっとちっちゃいですけれども、はい、あ、皆さんゆっくりされてますね。はい、ハンバーガー食べながら鑑賞します。ハンバーガー食べながら鑑賞してください。ぜひレストランのねテイクアウトランチおすすめです。美味しいですよ。スタッフもねみんな食べてます。しょっちゅう食べに行ってます。食べに行ってますというかテイクアウトしてます。はい、こんなね芝生にねテイクアウトしてゆっくりこうお召し上がりいただくと気持ちいいと思います。青空と芝生と、あー、ハートたくさんありがとうございます。はい、あ、このエリアもね4日前26日にライブした時よりもかなり増えました。増えました、増えました。でもまだまだこれからです、これからです。どんどん花増えてきます。今からです。はい、あ、ここも真っ白の綺麗なのが咲いてますね。見えますか、はい、いい感じです。ここもね多分ものすごくもっと大きくなりますね、お花が。落ちてしまうんじゃないかと思うぐらいね大きい花が咲くんですよ。はい、そしてここは定番のね大人気スポットです。というか今一番咲いてるエリアです。ここがどうでしょう、見れてますか。あ、エビカツバーガーめっちゃ美味しいですよね とコメントありがとうございます。すいません、今アジサイライブインスタライブをしております。はい、皆さんランチもお召し上がりいただいてますか。ぜひ、
あとねランチでね新メニューが出たんですよ。あの急遽今ランチは基本的には洋食ハンバーガーとか、カレーとかだったんですが、和食のお弁当が加わりました。土日限定なんですけどね、アジサイ弁当というね、もうそのままの名前なんですけど、アジサイ弁当。ただアジサイは食べられないので、アジサイは入っておりません。アジサイはね、毒があるそうです。こんなに綺麗のに、こんなに綺麗のに毒があるそうです。はい、なので名前だけですけれども、アジサイ弁当1つ1500円で販売しております。あれ、なんか画面が真っ暗、画面が真っ暗に、なぜ今日はちょっと調子悪いですね。なんででしょう。アジサイどうですか、見えてますか。Wi-Fi 切れてはないみたいなんですけどね、どうでしょうか。見えてますか。あ、切れてますか。じゃあ一旦ちょっとまた始めます。一旦切ります。配信中です。見えてますか。あ、切れてます。どうでしょうか。よっち前島です。どうでしょうか。見えてますか。すみません、何度も Wi-Fi が途切れてしまって。どうでしょうか。あー、ハートマークたくさんありがとうございます。ハートマーク見えてますよ。あ、よかった。すみません、何回も途切れてありがとうございます。皆さん復活していただいた。はい、こんにちは皆さん。ハートマークいっぱい来た。やったー、ありがとうございます。やったー。はーい、じゃあアジサイのお庭探索をまた再開します。はい、さっきの場所から変わらず。はい、なんかね、やっぱりね、お客さんが多いからでしょうかね、 Wi-Fi が。え、ハートたくさんすると落ちやすい。あ、それでなんですか。私のせい自分で招いてしまってるんでしょうか。なんてこった、うん、あ、マスクかわいい、ありがとうございます。マスクね、昨日もね、お買い求めいただいた方がいらっしゃいました。あのね、もうもしかしてインスタを見ていただいたんですかって聞こうと思ったんですけど、ね、ちょっとそれはなんか控えました。はい、あ、今日はほら見てください、カメラを、ね、すごいカメラを皆さんお持ちの方がたくさん。こんにちは、ただいまインスタライブしております。お邪魔します。失礼いたします。いい感じですね。あ、でもこのエリアもね、まだ今からです。結構大きい株なんですけどね、まだまだこれからです。今から咲きますよ。写真撮りに行きたい。 ありがとうございます。ぜひぜひ撮ってください。もう種類がね、たくさんあるので、もう1個ずつお願いします。もう本当に、これさ、こんにちは。ご家族でお散歩でしょうか。あ、このエリアも人気ですね。今このエリアもすごく咲いてます。見頃はいつぐらいまでですか。見頃いつまで難しいですね。見頃は6月10日ぐらい前後ぐらいかなと思ってるんですけど、でもね、アジサイ種類がたくさんあるのと、基本的にアジサイお花が長いので、6月20日までぐらいまでご覧いただけるんじゃないかなと思います。
それはね、今後のお天気次第っていう感じです。雨も必要ですしね、はい、これ見えますか、これ奥にね、すごい、あ、ぶっかけちゃった、これね、すごい大きい株があるんですよ。ちょっとどうなるんだろうって今怖いぐらい大きいんですけどね、楽しみです。まだね咲いてないんですよね、ちょっと上の方に着き始めたかなぐらいで、ものすごい大きいですよ。わかります、これです。はい、あれ止まってます、なんで6月10日あたりの話してる時に止まってます。あら止まってますか。綺麗だね。綺麗ですね。はい。癒し。カメラも。ですね。どうかな。なんだ、大きいバッタがいる、大きいバッタがいる、いや、すごい大きいバッタが飛んできましたよ。見えます、見えますか。あ、隠れた隠れた。ここにね、大きいバッタがいるんですよ。今めちゃくちゃ大きいんですけどね、見えますか。あ、今動いた、この辺、あ、飛ぶかな。すごい大きいバッタがいます。びっくりした、今結構高いとこから飛んできましたよ、バッタ。すごいな、見えるかな。バッタがいます、バッタが飛んじゃうかな、バッタ。すいません、何度も Wi-Fi 途切れてしまって、なんででしょうね。昨日蜂に追いかけられました。本当ですか、大変。いやでもね、蜂もいるんですよ、やっぱりね、これだけ緑が多いとね、蜂もいます。そりゃいますよ。はい、どうでしょうか、 Wi-Fi 皆さん見えてますか。なんででしょうね、平日の方がいいのかな、ライブ。はい、この辺すごい大きいですよ、いい感じです。大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。あ、なんかちょっとずつハートをしてくださるのがすごく嬉しいです。見えてるよっていう合図とともに優しさを感じま す、ありがとうございます。あのね、ハートがないとね、これ一人でやってるとちゃんとつながってるのかなってすごい不安になるんですよ、はい、28日に写真撮りに来てくださった人がいらっしゃる。28日にロッチ、ありがとうございます。平日ですね、平日の方がね、ゆっくりしていただけますよね。びっくりしませんか、こんなに人がいるの。見えますかね。なんかね、土曜日日曜日やっぱり増えます。あ、日曜日が一番多いですね、お客様が。初めの淡い、あ、淡い、そうですね、なんかね、今から来るなっていう感じがいいですよね。はい、ハートのアジサイね、あのね、インスタで、私はインスタで知りました。お客様が載せてくださっていて、ハートアジサイあったっていう写真を見て、あるんだって知ったんですけど、どこにあるのかまだ見つけられてないですね。あるのかな、ハートアジサイ。どうでしょう、角度でね、角度によってっていうことも結構あるんですよね。手島課長がね、これはって言うんですけど、どうですか、絶対違うでしょ。絶対違いますよね、これは絶対違いますよ。どこなんでしょうね、アジサイ、ハートアジサイ見かけた方いらっしゃったら、ぜひお声掛けください、私を連れて行ってください。ぜひ引っ張って行ってください。こ
ていただいたんですが、ありがとうございます。貴重なね、奇跡のお花ですから、100年に一度と言われている奇跡のお花ですから、ぜひ見てください。あ、ここはね、ハートアジサイじゃないんですけどね、わかるかなレンガがハートになってるんですよ。これはね、あのガーデンスタッフからの皆様への愛のメッセージですすごく見づらいかもしれない風が強いんです。そうなんですよ、風が、風の聞こえづらいですか。これね、もう一回言いましょうか。レンガがハートになってるんですよ、アジサイの周りの。それがね、ガーデンスタッフからの愛情の印です。皆様への感謝の印でございます。見に来てくださってありがとうございます。という、風大丈夫ですかね。ちょっとここ風強いですね。え、ミッキーの形のアジサイありました。本当ですか。あ、こっち行ってみましょうか。うわー、見てください、あれ見えます。ちょっと風が強いかもしれないですけど、見えますか。パラグライダーです。パラグライダーです。あ、また止まりました。止まっちゃったかな。パラグライダーです。どうでしょう。いや、止まっているのか。今今度は声がでかい。あ、うるさいあ、声大きい難しいな。自分ではね、配信が聞こえないんですよ。だからね、風が強くなったから声大きくしたんですけど、うるさかったですか。すみませんすみません。あ、飛ぶのかな、飛ぶのかな、飛ぶのかな。あー、飛びそう、飛びそう。あれはね、多分インストラクターの方々ですね。あー、そうか、インストラクターの方々です。パラグライダーも受付してます。どうでしょうか、見えてますか、途切れてないですか。その広場でダッシュしてくださいあ、じゃあ お別れは私がダッシュしましょうかありがとうございましたっつってこの広場でダッシュしてください、はい、気持ちいいですよ、気持ちいいです。ここすごく風もね、風もすごく気持ちいいんですけどね、配信には向かないんでしょうかねちょっと風の音が。パラグライダー体験受付中、はい、あのバーベキュー場のすぐ横でやってます。受付です。三好車のナンバーついてるの可愛くて写真撮っちゃいました。あ、ガーデンであるあです、ね、木のやつですね。あー、台車ですね。あー、ナンバーに意味があるんですナンバーはね、手作りでね、あのなんかスタッフの名前のなんか語呂みたいな感じです。お疲れ様です。今インスタライブで配信してます。はい、今何されてるんですか。練習ですか。練習のようです綺麗、お天気最高です。はい、リュウゼツラーの近くのバナナみたいなの撮りました。極楽鳥花でしょうか。バナナみたいなの、なんかあったかな。なんでしょう。ちょっとあのガーデンスタッフに聞いておきますね。バナナみたいなの、なんでしょうね。はい、あのパラグライダーはね、当日でも空いていれば体験できますので、ぜひお越しください。風が強いとね、お天気が良くても風が強いとちょっとあのできないこともあります。
今日はいい感じなんでしょうか。ちょっと強いのかな、風が強そうですね。はい、お天気も最高です。6月の20日までね、アジサイのガーデン毎日開放してます。無料開放してますので、ぜひ密を避けて、平日がおすすめです。平日にぜひお越しください。ランチも平日もやってますし、駐車場も今日はちょっと満車になったりしてますけれども、平日でしたら全然大丈夫です。余裕です。はい、アロエみたいな感じのところにバナナみたいな黄色、アロエはね、多分リュウゼツランですね、やと思います。ちょっと探してみます。後でちょっと分かればご報告しますね。今ねガーデンスタッフがね、いろんな買い出しに行ってて、ちょっとすぐには分からないかもしれないです。帰ってきたら聞いときます。今日夕方は何時まで、夕方アジサイは夕方5時までお庭を開放してるんですけども、まあ特に締め切ったりはしないので、私のおすすめは夕日の時間ですね。夕日の時間がおすすめです。最高ですよ、天気。ではたこ揚げ大会とかはないですね。ああ、いいかもしれないですね。それも確かに、ちょっと考えてみます。じゃあさよう。はい、さっきリクエストがあったので、はい、最後お別れは私がダッシュします。そんなん誰が見たいんでしょうか。誰が見たいのか分かりませんが、これは恒例にしましょうかね。最後の、はい、アジサイのお庭でお待ち。